んこんばんは。ありがとうございますね。もういやいやいや、どうもありがとうございます。ありがとうございますね。もうこのクソ暑いのによう集まっていただきました、ほんまにね。え、何なんでしょうこの暑さは。見てくださいね、エアコンからあの白いね煙が出てる。これはこれはほこりですか。ほこりですか。あれは私湿度が高いからね、あの冷気が出るとね、ああいう風にね、まあ、冷蔵庫開けた時同じ状態ですわね。ねえ、もうこうこうこうなんていう、あの 水滴になってね、あのその辺の下気をつけてください。あのポタ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 落ちるかもわかりませんからね。湿気の多い時はそうですよ。うちのエアコンもね、要はね、なんかこういう時にねかけるとね、エアコンの下ポタ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 落ちてね、びちゃびちゃになったりしますからね、気をつけていただきたいなと思いますがね。それぐらいやっぱ湿度の、高い中、これだけの密度でございますからね、すごいことでございますよ。何考えてるんですか。家にいる方が涼しいですよ、ほんまにね。でもありがたいですね、この中をねこうして詰めかけていただける。ほんま何なんでしょう。で一応ですね、今月は月例会やりますけど、来月はありませんからね。来月は小市民寄席でございます。皆さんご存知ですね。おそらくここに来てるお客さんで知らない人はいないと思います。小市民寄席、7月の7、8でございますよ。覚えてくださいね。7、8、うちの会長なんかもうね、10回ぐらい言いましたけど、いまだに聞きます。小市民寄席はいつやんねんというね。7日が土曜日、夕方、5時からでございますよ。日曜日、8日日曜日はお昼の2時からでございますからね。お間違いのないようにね、土曜日の昼間行ってもやってません。ね、日曜日の夕方行っても終わってます、ね、それ間違いないように。うちの会長がちょっと不安なんです。終わった時に来るんやないか、非常にドキドキしてますけどもね、間違いのないように。もし行きたい方ね、まだチケット手元にないという方は今日販売しますので、ね、お声をかけていただいたら、いつでも販売させていただきます。土曜日の件、日曜日の件、別々になっておりますから、お間違いのないように。土曜日の件は青色、夜の色になってます、暗い色になってます。日曜日の方、昼間でございますから明るい赤い色になってますからね、それお間違いのないようにお願いいたします。何ですか。土曜日は夜です。夕方でございます。5時から。お母さん聞いてます。小林さん大丈夫ですか、ね、土曜日は夜、ね、日曜日が昼間でございますからね、お間違いのないように。これだけ言うてても分かってない人いっぱいいますからね、もう毎年そうなんです。違う件を持ってきてね、これで入れるか言うて、入りません、お願いしますよ。まあ多少のことは多め見ますから、うちの会はね、別に少々間違っててもね、入っていただきますけども、できれば覚えて帰ってください。お願いいたします。はい、そんなことでね、まあその前哨戦といたしまして、今日はもう若手ばっかりでございますね。もうトップバッターがモーモーテーミルクね、もうすっかりおなじみでございます。牛乳屋の娘というほどの年ではございません、もう年でございますけどね。そして、2番手に、ね、あいつはマシュー君ね、もう天狗連の今一番の若いホープでございますから、まだ、22かね、すごい、あそこにいるわ、うん、若いです。もうめちゃめちゃ若いですよ、天狗連の中でね。ほとんど平均年齢今ね55ぐらいですからね、天狗連ね、もうちょっといってますかね。で中入りを挟みまして、私がやりまして、最後皆さん お待ちかねのサンタ、こういうメンバーで本日はお送りしてまいりたいと思います。それでは早速、暑いですからさっさと行きましょう。早く終わって早く着物を脱ぎたい、みんな早く着物を、ね、脱ぎたいメンバーでございます。それではトップバッターモーモーテミルクよろしくお願いいたします。私お誕生日の月でございまして、今月の頭に無事に一つ年を重ねてしまったんですけれどもね、誕生日来ちゃったもんですからね、また一つ今そこまでは言っておりません。それはあなたでしょ。で、まあ、そこまでは言ってないんですけれどもね、積み重ねた年をこう数えましたら、やっぱかなりの年になっておりまして、ちょっともうめまいがしましたけれどもね、びっくりしましたけれどもね、まあそんないい年になっちゃったんですけれどもね、私もでも、まあそこはですね、やっぱり私もこの、女子でございます、乙女でございますので、やっぱりいくつになりましてもやっぱりこう美を追求するという気持ちは
まだまだ衰えておりません。で美貌というものを、ね、常にこう追求しているわけなんです。ですからね、もう私もね、こう見えましてもね、いろいろやってるんですよ。年がら年中ダイエットはしてますし、あと、まあ、体にいいっていうね、サプリメントもいっぱい飲んでますし、あと今流行ってますよね、美容ローラー、コロ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 顔転がすやつ、ね、あれももう暇さあればうちでテレビ見ながらコロ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 やってますしね。あと韓国からのお土産でいただいた強力美白パックもね、しっかりやってますしね。あと寝る前にはですね、まつげが伸びるように美容液塗ってる寝てるんですよ。でも本当にそこまでいっぱいやってるんですけれどもね、まあ、世間一般ではこういうのを無駄な努力っていうんですよ。ではっきり言って自分では効果は全くわからないんです。ですからそれはですね、やっぱり自分で判断するのではなく、こういつもね、客観的にこう見てくださってるね、お客様に判断していただきたいと思うんですけれども、やっぱりなんかこの反応ですと、やっぱりそんなに効果ないんですね、きっとね。分かりました、もう結構でございます。もう分かりました。でもね、やらないよりね、やった方がいいですからね。やっぱりこの努力はね、ありがとうございます、この努力はね、やっぱり続けていきたいなと思うんですけれどもね。でもここまで私やって頑張ってるんですけれども、化粧はしないんですよ。もう化粧だけは一切しなくても、化粧大嫌いなんですね。まあなぜかというと、めんどくさいから。もうただ一言それなんですけど、そんなめんどくさい人がね、寝る前にまつげに塗って寝てるんですけどね、それとこれとは別なんです。もう化粧は大嫌いなんですね。ですから朝もね、もう顔を洗ったらもう化粧水ピャピャピャってつけるだけでもうそれで平気で外出ちゃうんですけれどもね、まあ普段は全くのすっぴんなんですけれどもね、まあ、こんな私がですね、年に一度だけなんですけど、しっかり化粧をする日があるんです。それがですね、7月の小市民寄せの2日間なんです。2日間だけはメイクアップミルクなんです。もうしっかり化粧してるんです。まあ、すっぴんでね、でもいいんですけれどもね、やっぱり年に一度の大きなイベントですしね、あとまあ大きな舞台にね、上げていただくわけですのでね、やっぱりそれではいけないと。地味な顔立ちだから、どこに目があってどこに鼻があるのか、お客様からわからないからということで、天狗連のお姉様方がね、もうそれじゃいけないということで、当日はですね、その2日間はいじくってくれるんです。いじっていろいろこう直して、こう加工して、いろいろこう塗りたくって押してくださるんですね。ですからこうきっと目鼻立ちはパカッとこう見えてると思うんですけれどもね、こういうふうに言いますとね、ますますね、その小市民寄せ楽しみになるでしょ。ね、もうめったに見れないんですよ、私化粧してる顔なんて。ですからね、その2日間ね、それもちょっと楽しみでね、来ていただきたいなって思うんですけれどもね。でそういう状態だもんですから、普段は仕事もですね、すっぴんで行ってるんです。でご存知の方も見えると思うんですけれども、私普段はですね、大変高級な某ブティック、まあ、ファッションセンター S 村というところで働いてるんですけれどもね、まあ、そこでカリスマ店員やってるんですけれども、まあ、カリスマ店員がすっぴんなんですね。でそれで仕事に行ってるんですけれどもね、男性の上司、男性の店長の場合は大丈夫なんですけれども、やっぱり女性の店長はですね、やっぱりそういうことには厳しいんですね。で今の店長は最近の店長はね、何ともないんですけれどもね、何年か前に来た配属になった女性店長がですね、やっぱり仕事にも厳しいんですけれども、そういうこの姿形にも大変厳しい、超厳しい店長だったんです。でもう配属されてすぐに、私がもう化粧してないっていうのが、レジに立ってる私が化粧してないっていうのがもうすぐ見抜かれてしまいまして、もうあなた化粧してないでしょ、言われたんですね。で私仕事中はですね、スカートで仕事してるんですけれどもね、パンストも嫌いなんですよ。もうパンストもね、一切履かないんです。パンストっていうのはやっぱり頭にかぶるもんですよね。あれは履くもんじゃないです。ですからね、パンストも一切履かないんです。年に一度履くか履かないかぐらいで、パンストも全く履かなくて、生足でソックスで仕事してるんですね。でもその店長にしましたらね、もうすっぴんで来てるわ、生足で仕事してるわが、もう怒り心頭になっちゃいまして、もう激凛に触れまして、もう呼び出しですよ。まあ、あなたちょっと来てください。あなた何なの？お化粧してないでしょ。あなた何なの？パンストも履いてないの？あなたはね、社会人としての身だしなみがなってないわよ。大人の女性としてのエチケットがなってないわよ。そんな姿でね、仕事に来るなんて。私はね、朝ゴミを出す時にもきちんとお化粧して、きちんとパンスト履いて、それでね、朝ゴミ出してるわよ。怒
おられたんですけどね、あの今日女性の方見えますけど、皆さんそうですか、朝ゴミ出す時その奥さんそうされてますか、皆さんされてますか、そういうふうに、あの申し訳ないんですけれどもね、うちのご近所の奥さん一人もそんな人いませんよ、ね、でまあ猫言われながらも、もう今更私には必要ないわと思ってちょっと無視してたんですね。そうしましたら、それをあのその発言を聞いておりました、あの周りのこの同僚の女の子たちがみんなですね、朝ゴミを出しに行くのにですね、しっかりお化粧して、でしっかりパンスト履いて朝ゴミ出しに行くようになっちゃったんです。でそういう子がですね、どん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 増えていったんですね。やっぱりパンストだけに伝染しちゃったんでしょうね。とかだとやっぱりそうなんで、何でもあの男の人だとあの気がつかないこと、もう気がついてもこう言えないこと、でもそこがですね、やっぱり女性同士だとまず気がつくところも鋭いですしね、あともう言うことも結構きつくこうパッとこう言えちゃうんですよね。やっぱり女性同士っていうと結構そういうきつい部分がありますよね、言いたいこと言えてしまうっていうのが、まあその根底にはですね、もう大体あの日がみ妬みそねみっていうのが絶対あるんですよ、女同士はね。ですからもうあの気がつくし、もうあらを探そうとも思うし、きつい口調にもなってしまうんですけれどもね。ですからあの男の人がね、旗から聞くとこうガッとこう引いちゃうようなね、そんなあの女性同士のね、ちょっとえげつないようなね会話もたくさんあると思うんですけれどもね、やっぱりそれはですね、あの神聖な職場でもやっぱりそういう会話っていうのはね、 あるわけでございまして、ちょっと石黒さん何してるの、もうお茶入れに行ったままちっとも戻ってこないから、給湯室で遭難でもしたのかと思って見に来たわよ。係長のお茶入ったの？係長のお茶はもうしばらく係長です。何くだらないこと言ってんのよ、まったくあんたとはリズムが合わないっていうか気が合わないっていうか、あんたこっちの高い方のお茶っ葉使おうとしてたわね。もうこっちの高いお茶っ葉は課長以上だって言ったでしょ。係長以下の下々のものにはこっちの 100g200 円のお茶っ葉でいいって。最近ね、経理の方がお茶っ葉のグレードにまでうるさく言ってきてるんだから気をつけてよね。はい、すいませんでした吉沢先輩。あの、お茶入りました。入りましたってなんか忘れてないって。何をですか？何をじゃないでしょう。女子社員全員から嫌われてる係長のお茶には雑巾雑巾の絞り汁を入れることってみんなから教わったでしょ。本当に入れるんですか？当たり前でしょう。前もって私が入れた分だけでは足りませんか？あれもう入ってんのじゃあいいわ、それ持ってって。どうだった係長、おいしいおいしいって飲んでました。石黒くん、今日のお茶はいつもと味が違うけど、お茶っ葉を変えたのかい？なんて言ってました。バカねー、いつもと同じお茶っ葉で、いつもと同じように雑巾の絞り汁が入ってるのでも、味が違うわけないのにねでも、今日のは会議室を掃除した雑巾じゃなくて、資料室を掃除した雑巾の絞り汁でしたから。係長の下、結構敏感ですよ。何感心してんのよ、そんなとこで。ねえねえ、それよりさ、あの係長セクハラで有名なのよ、知ってる？はい、知ってます。実はこの間私もされたんです。え、そうなの？ええ、先週の火曜日結構遅くまで残業してたんです。その時のことなんですけど。あいつね、残業してる女子社員を狙うのが得意なのよ。帰り間際に係長がニヤニヤ笑いながら私の方に近寄ってきて、セクハラ発言されたんです。はあ、なんて言われたの？石黒くん、あんまり遅くまで頑張りすぎると体に触るよ。残業したら体にタッチするって脅迫してきたんです。何それ？ただ単に体心配されてるだけじゃない。何よそれ？先輩はセクハラされたことあるんですか？私ね、一度もないのよ。あいつね、女子社員全員にセクハラしてるにもかかわらず、私にだけは指一本触れてこないのよ。それが私にとっては最大のセクハラよ。それは先輩の年齢が結構いってるってことが問題なんですか？それともルックスがいまいちってことが問題なんですか？私目殺すわよ。顔で聞かないでよそんなこと。まったくどこまでマジで言ってんだか。あんたもさ、そういう天然キャラが売りなのかもしれないけど、いつまでも新入社員じゃないんだから、いい加減にそのキャラ変えた方がいいわよ。先輩、私天然なんかじゃありません。
出た。ああもう天然の人に限って自分はそうじゃないって認めたがらないのよね。だから私と合わないんだわ。あんたね、そんなこと言ってるけどね、こないだもね、その天然ならでは大失敗したところでしょ。何のことですか？ほら忘れちゃったの？ほらこないだうちの取引先の品川商事の臼井専務が来た時のことよ。品川商事の臼井専務、あの特殊な髪型をされた専務さんのことですね。ずらって言いなさいよ、はっきり。もう公然の秘密なんだから。そうですよね、やっぱり臼井って名前だからずらって分かっちゃいますよね。そういうことじゃないでしょ。世の中にはね、髪の毛が薄くても小杉さんって名前の人もいるんだからね。あんたお茶出しに行ったでしょ。私がお茶を出しに行ったんですけど、その日に限ってどうも専務さんのずらがずれてるんですよね。で当人はそのことには全く気がついてないみたいで。当たり前でしょ、分かってて直さない人なんてありえないでしょ。うちの課長と部長が専務さんのお話のお相手してたんですけど、2人とも専務さんとお話をしていながらも完全に目線は斜め45度上を見てるんですよね。もう頼むから話してる最中にズラが落ちないでくれって。まさに神頼み、ならないこと言わなくていいの。でその甲斐あってなんとかズラが落ちることなくお話の方は済んだんですよ。問題はその後でしょ。私がお見送りに出たんですけど、では気をつけてお帰りくださいって言おうと思ったのに、気をつけてお帰りくださいって言ってしまって。あんたね、危うく取り返しのつかないとんでもない大事になるところだったんだからね。そうですよね、やっぱり歩いてる最中に落っことしたら大変ですもんね。そういうことじゃないでしょ。まったく、もうあんたはズラじゃなくてポイントがずれてんのね。もうだから私と会わないんだわ。もうそんなんじゃね、あんた彼氏もできないんじゃないの。失礼なこと言わないでください。私彼氏ぐらいちゃんといます。あら、いるの。へえ、意外だわ。ねえねえ、どんな人なのよ。彼幼児って言うんですけど、結構かっこよくてイケメンなんですよ。へえ、ますます意外だわ。やるわね、あんたも。でその彼氏のどんなとこが好きなのよ。いっぱいあるんですけど、やっぱり面白いところかな。よく笑わせてくれるし。そうよね、一緒にいてつまんない男って耐えられないもんね。こないだも私が冗談で彼の携帯のメールをチェックしようとしたら、彼ったら、夏美やめろよ、返せよ夏美って笑いながら私から携帯を取り上げて、それを2つに折って床に叩きつけて両足で踏みつけたんです。当然携帯は粉々。それ見て2人して大笑い。笑えないでしょそれ。なんでなんでメールチェックされそうになっただけでそこまでする必要があるのよ。だからそこまでして私を楽しませてくれようとしたんだなと思って。ありえない。受け狙いでそこまでする人はいないわよ。それはね、あんた当然ね、見られたら困るメールがあったってことよ。そんなことないですよ。それに彼って面白グッズとかよく持ってるんですよ。面白グッズ？ええ、私この間彼のお家に遊びに行ったんです。でお手洗いを借りたんですけど、そしたらトイレットペーパーの先がきれいに三角に折れてたんです。彼は一人暮らしなのにおかしいなと思って聞いてみたら、なんだ夏美はそんなことも知らないのかって教えてくれたんですよ。なんて、私知らなかったんですけど、今って形状記憶トイレットペーパーっていうのがあるんですってね。使った後しばらくすると自動的に先が三角に折れるんですって。それ聞いてもうびっくり。こっちがびっくりだよ。え、何？自動的に先が三角に折れるトイレットペーパー、そんなものあるわけないでしょ。先輩も知らなかったんですか？なんでも NASA が開発したらしいですよ。何のために？え、何のためにね、アメリカが国防費使ってそんなくだらないもの作らなきゃいけないのよ。あんたね、その彼氏ね、絶対浮気してるわよ。だからそんなことないですって。それに私たちお互いにものすごく信頼し合ってるんですよ。こないだちょっとしたことで言い合いになって喧嘩になっちゃったんです。そしたら彼が思わず私の頬をぶったんです。その後彼私の顔をじっと見つめて、ごめん、でもこんなことできるのお前と優子だけだぜ。優子って誰？え、思いっきり浮気相手の名前言われちゃってるじゃないの。 あんたさ二股かけられてんのよ。でも
理科にはこんなことしないって三つまた。あんたその彼氏も完全に浮気してるわよ。だからそんなことありませんってば。それどころかいつもあの手この手を使って私を楽しませようとしてくれてるんですよ。私のお誕生日の時もそうでした。誕生日？ええ、こないだ私のお誕生日だったんですけど、その日帰ったら全然私に会いに来てくれなかったんです。どこにいたと思います？なんと別の場所で他の女の子と二人きりで私の誕生日パーティーをしてくれてたんですって。斬新でしょ。どこが？そういうのね、世間一般では浮気っていうのよ。だから違いますってば。それどころか彼の方がものすごいやきもち焼きなんですよ。そうなの？ええ、いつも夏美が俺以外の男の写真を持ってるなんて耐えられない、これは俺が預かっておくって、そういうの全部持っていっちゃうんですよ。へえ、あんた他の男の写真なんか持ち歩いてんの？誰の写真？福沢諭吉。万札じゃんそれ。あんたそれ巻き上げられてんのよ。いい？あんたはね、完全に利用されてるのよ。だから違いますってば。先輩は幼児の優しさを知らないからそんなことが言えるんです。私、彼のお誕生日に彼がとっても欲しがってた腕時計をプレゼントしたんです。ちょっと高かったんだけど、思い切って貯金下ろして買っちゃいました。ずいぶん奮発したわね。彼、とっても喜んでくれて、その腕時計をしてくれてたんです。そしたらしばらくしたら、彼の腕から時計が消えてたんです。あれ、どうしたのかなと思って聞いてみたら、ああ、あれかい？あれはせっかく夏美がプレゼントしてくれたブランド物の腕時計だから、もっと大勢の人に見せて自慢したいんだよ。ほらごらん、あそこに飾ってあるよ。確かに彼が指差した先のショーウィンドウに私がプレゼントした腕時計が飾ってありました。値札付きで質屋じゃんそれ。あんた売られちゃってるじゃないの。新品同様なのに安かったから思わず立ち会いました。バカ、なんであんたが買い戻してんのよ。まったくもう天然にも程があるわ。もう、ああもうあんたと絶対に合わないわよ。もうまったくもう男を見る目がないんだから。そういう先輩は彼氏いるんですか？何よ何よ、その上から目線の物言いは。いるわよ。いるに決まってるでしょ。いくつだと思ってんのよ。ああ、私も早くそんな風に年齢を自慢できるぐらいの仕事を見たいです。あんたのね、もうそういう発言、もうだんだん怒る気も失せてきちゃったわよ。彼氏ってどんな人なんですか？うん、彼ね、悟って言うんだけど、実はちょっと年下なの。そうですよね、物理的に考えて先輩より年上の男性ってだんだん少なくなってきましたもんね。そこまでババアじゃないわよ。彼ね、年下なんだけど、私のこと下の名前でエリちゃんって呼んでくれるのよ。彼氏とはよく会ってるんですか？よくってことでもないけど、まあまあかな。実は今日も仕事が終わったらデートなの。わあ、いいですね。あ、そうだ、ねえねえ先輩、今度私と幼児と先輩と先輩の彼氏の4人でダブルデートみたいにどっか遊びに行きませんか？あんたと、やーよ、だってあんたと全然気が合わないんだもん。大丈夫ですよ、私我慢しますから。なんで私が我慢されなきゃいけないのよ。まあまあいいわ、考えとくわ。あ、じゃあもうそろそろ仕事に戻んなきゃね。さあ行きましょう。さあ今日は悟と何を食べよっかな。ごめん、エリちゃん待った？もうサトル、遅いじゃない。ごめんごめん、ちょっとさ、仕事が長引いちゃって。さあ、何食べに行こうか。サトルと一緒だったら何でもいいわ。ねえサトル、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。え？聞きたいこと？唐突だね。なんだい？こないだね、あなたのお家に遊びに行った時におトイレ借りたじゃない。そしたらその時トイレットペーパーの先が三角に折れてたんだけど、あれってどういうこと？あれ、エリちゃん知らないの？あれはね、形状記憶トイレットペーパーって言ってね、使った後しばらくすると自動的に三角に折れるんだよ。やっぱり？やっぱり？じゃないかと思ったの。今日ね、そんなようなことちょっと小耳に挟んだもんだから、そうじゃないかなと思って聞いてみたの。そうよね、そうよね。それからさ、先月の私のお誕生日の時に全然私に会いに来てくれなかったじゃない？あれってどこにいたの？あれ言わなかったっけ？
あの日はね、別の場所で他の女の子と二人きりで君の誕生日パーティーをしてたんだよ。じゃないかと思ったの。それって今流行りのスタイルなのよね。ああ、もう感激だわ。100円ライターなんか使ってる。ねえ、この間私がプレゼントしたライターどうしたの？ああ、あれかい？あれはね、せっかく君がプレゼントしてくれたブランド物のライターだから、もっと大勢の人に見せて自慢したいんだよ。ほらほら、あそこに飾ってあるよ。わあ、予想通り値札付きで飾ってある。大丈夫よ、後でちゃんと私が買い戻しておくから。ありがとう。君は本当に優しい人だね。もうサトルの方が優しいわよ。うちの会社にね、私と全然気が合わない子がいるんだけど、もうその子の彼氏とは大違いだわ。先輩、吉沢先輩。あ、石黒さん、あた何やってんのよこんなとこで。え、ちょっとコンビニまでお買い物に。そちらが噂の年下の彼氏さんですか？はじめまして、私吉沢先輩と同じ会社の後輩で石具幼児。幼児じゃない。幼児？あんたの彼氏の？何言ってんの。彼は悟るよ。いえ、私の彼氏の幼児です。え？じゃあ何悟ると、あんたの彼氏の幼児ってのは何？同一人物？二人は何？同じ人ってことなの？先輩、これってある意味ダブルデート成立ですよね。のんきなこと言ってる場合じゃないわよ。じゃあ何？悟ってのも偽名だったの？ちょっと悟、これは一体どういう、ちょっと悟る。ああ、逃げちゃう。同じ人を彼氏にしてたなんて、私たち騙されてたのね。ねえ、石黒さん。はい。私たちって案外気が合うみたいね。熱そう。ものすごい。汗だくだ。ありがとうございます。